カの Love Sounds。 皆さんこんばんは、シンガーのいつかです。この番組では皆様に癒しと安らぎをお届けできたらと思っています。ぜひ最後までゆっくり聞いていってくださいね。今日は東京は晴天でしたけれども、すごく風が強くって、久しぶりに髪がぐわーっとなってしまいました。そんな日でした。皆様は月曜日いかがお過ごしですか？そして今月2月はどんな月だったでしょうか？2月は私の大好きなバレンタインデーがありましたね。とってもチョコレートが大好きな私なのでいろんなチョコレートが売り出すこの2月バレンタインデーの時期はめちゃくちゃ好きなんですけども、いろんなチョコレートをまた買ったり、あと自分で作ったりなんかもしてね、楽しみました。ファンクラブ、メディアブルの奈良姉妹のファンクラブのダイアリーにもちょっとアップしたんですけど、手作りでガトーショコラを作りました。ちょっとでもね、健康的にと思って少しプロテインを入れてみたりとか、砂糖は控えめに使ったりとかして作ったんですけど、すごく美味しくなくて失敗しちゃったんですよ。珍しくちょっと失敗してしまって、久々にやらかしたなって思ったんですけど、やっぱりね、こうスイーツを食べる時になんか少しでもカロリーカットとかね、なんかいいものを入れようみたいな、もう思考はしちゃダメだなって思いましたもう本当になんか楽しみにして作って食べて美味しくなかった時の気持ち、とっても悲しかったです。もう本当になんかショックだったので、悔しくって、次の日15日ですね、次の日リベンジで作りましたその時はチョコレートケーキを作ったんですけど、まあそれはね、上手にできまして大成功しまして、甘くて美味しくてとっても幸せな気分になりましたまあチョコレートだけじゃなくって、この時期はイチゴも美味しい季節ですよね。私イチゴ大好きなんですよ。フルーツの中でナンバー3に入るのがイチゴなんですけど、結構この時期美味しいイチゴいっぱいあるじゃないですか。なかなか夏とか秋とかには美味しいイチゴ食べれないので、この時期にもう食いだめじゃないけど、もうたくさん食べたいなってね、毎年思ってしまう、そんな性格な私です。ということで本日のサウンズグッドな曲をいってみましょう。秋田八幡平国立記念公園のイメージソングになっている「この空でつながっている」という曲をお届けしたいと思います。この曲は私が、もう十数年前に歌わせていただいたんですけれども、奈良姉妹バージョンとして、2023年にリリースしました。本日はこちらのバージョンをお届けしたいと思います。元気ですかと空を見上げて、変わりはないかと思いがめくる、また一つ季節移り、青の山並み色づいてゆく、この空でつながっている、愛しきあなたのぬくもり、
空でつながっている」「頑張っています」「諦めないで」「気遣う心が届きました」「未来に向かう」お届けしたのは奈良姉妹でこの空でつながっているでした。いかがでしたでしょうか。この曲は本当に秋田に行くと必ずライブで歌わせていただきますし、こうやって私が今東京に住んでいて故郷の秋田と離れて暮らしているけれども、同じこの空の下でつながっているよという本当に素敵なメッセージが込められた一曲なので、私も本当に大好きな曲です。この曲は、49の配信ストアでも配信されておりますし、奈良姉妹チャンネルの YouTube でもミュージックビデオ秋田の大自然とともに公開しておりますので、よかったらぜひそちらもご覧ください。SNS ではもう皆様にお伝えいたしましたが、
今月リリースされました JO1 さんのアクアという曲の楽曲提供をさせていただきました。こちらはですね、作詞をさせていただいたんですけれども、共作で書かせていただきまして、シャンプーの CM ソングになっている曲です。この CM のために書き下ろした楽曲なので、バスタイムにもねぴったりな一曲になってます。まだお聴きいただいてない方はぜひ聴いてみてください。この作詞ではですね、実は奈良姉妹でも一緒に活躍している奈良日和、私の妹ですね、日和さんも一緒に書いているんですけれども、こうやって奈良姉妹として一緒に書くのは、一緒に書いた曲を楽曲提供させていただくっていうのは初めてになります。なので本当に2人でわーよかったねってすごく喜んでいたんですが、まだまだですね、たくさん書いていきたいなと思ってます。そしてそしてこちらも SNS 解禁が今月だったんですけれども、実は去年の末ぐらいからですね、ワウワウとアベマ TV で同時放送しておりました、トロットガールズジャパンというオーディション番組に奈良姉妹として出させていただいておりましたね。途中までちょっと番組との約束で言えなかったんですけども、この前、ついこの前解禁いたしまして、私たちは惜しくも途中で脱落してしまったんですけれども、この決勝が、この番組のファイナルが2月23日だったんですね。で、無事優勝は福田未来ちゃんに決定しました。すごく楽しく、そしてドキドキしながら見させていただいてました。出演している女の子たちはみんないい子で、本当に歌も上手で、歌が大好きっていうのが伝わってくるし、みんなすごくキラキラしているなと思いながら、もう途中からはね、私も一視聴者として見ていましたそのファイナルの2日前かなに、ファイナル応援スペシャルみたいな感じで生放送、私たち出させていただきまして、歌わせていただいたんですけれども、見てくれた方いらっしゃるかな。トロットガールズジャパン公式の YouTube のアーカイブでご覧いただけますし、ワウワウに加入している方はそこからもご覧いただけるようになっています。このトロットガールズジャパンというですね、番組もアベマ TV、 そしてワウワウでご視聴いただけます。歌唱シーンだけは、トロットガールズジャパンの YouTube でもご覧いただけますので、よかったら皆さんぜひ聞いてくださったら嬉しいです。この番組にね、出演させていただいて、本当にいろんなことを学んだし、なんか吸収できたし、一緒にチーム戦みたいな感じで歌ったりしたこともあったんですけど、そのチームで一緒に歌ったアーティストの子と仲良くなったりとか、いろんないいことがたくさんありました。すごくね、忙しかったんですけど、その時期でもその価値があったなと思う、そんな時間でした。なかなかね、ずっと長年やってきているとオーディション番組とかね、出る機会もなくって、初めて挑戦したという感じなんですが、本当に楽しかったです。またなんかいろんなね、オーディションに限らず、いろんな音楽に通ずるいろんな何か機会があれば、積極的に挑戦してみたいなと思いました。それでは本日もいつものコーナーに行きましょう。名曲のオアシス。時を経ても色褪せない名曲の数々、思わず口ずさんでしまう、そんな曲ありませんか？誰もが知っている曲はもちろん、私いつかが聴いて感動、心揺さぶられた名曲たち。そんな名曲誕生の秘話をはじめ、作詞家や作曲家の皆さんがその曲に込めた思いなどをたどることで、素晴らしい名曲たちをより深く、より身近に感じてもらおうというコーナーです。
本日ご紹介する曲は、セイフランシスクワイヤー with ライアントビーの Oh Happy Day です。この曲は、エドウィン・ホーキンズが18世紀の賛美歌、つまりゴスペルの曲を元に書いた楽曲。1969年4月に、エドウィン・ホーキンズ・シンガーズ名義で発表されました。当時のビルボード・ホット100チャートで4位、R&B チャートで2位を記録。そして1993年に皆様もご存知の、あの有名なアメリカのミュージカル映画、天使にラブソングを2の劇中のワンシーンで歌われました。主演はウーピー・ゴールドバーグ。そして生徒役で出演し、類いまれなる歌の才能を発揮したローリン・ヒルやジェニファー・ラブ・ヒューイット、ライアン・トビーの出世作とも言えます。この作品を契機とし、彼らは活躍の場を広げました。この映画は、もともと天使にラブソングをの続編として作られた映画とあって、2はかなり注目度も高く、公開すると瞬く間にクローズアップされて、世界でリバイバルヒットを記録しました。あ、なんて幸せな日。神が私を清めてくださり、そして私の罪はなくなった。あ、なんて幸せな日。私は幸せな日について話してる。神は教えてくれた。どのように清め、戦い、祈るかを。歌おう。歌おう。さあ歌おう。そして生きることを、毎日生きる喜びを。さあみんな、意味を持って歌おう。ああ、なんて幸せな日々。私は幸せな日々について話してる。幸せな日々について話そう、歌おう。和訳するとこのような歌詞です。タイトルの通り、ハッピーな歌詞で元気をもらえるような気がしますよね。様々な作曲家によって編曲されているため、混声合唱曲としても知られているこの曲は、これからも歌い継がれ、そして愛されていく曲なのではないかなと思います。誰もが一度は耳にしたことがあるこの曲、ラジオの前の皆さんもぜひ一緒に口ずさみながらハッピーに聴いてくださいね。それではお聴きいただきましょう。 Oh happy day. Oh, happy day when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. ありがとうございました。アカペラで Oh Happy Day、歌わせていただきました。もうちょっと気持ち的にはフルで歌いたくなってしまうんですけれども、少しだけアカペラでお届けしました。皆さんもこの機会にご本人の Oh Happy Day もぜひ聴いてみてくださいね。以上、名曲のオアシスでした。本日もお届けしてまいりました、いつかのラブサウンズ。本日もお別れの時間が近づいてまいりました。東北はまだ雪があると思いますけれども、東京はもう寒い日もあるけど暖かい日も増えてきて、春が近づいているなって最近感じます。来月あたりには本当にもう暖かいんじゃないかな、上着いらないで外歩けるんじゃないかなって思ったりしてます。春が来るのがね、とても待ち遠しいですね。ですがまあ季節の変わり目なので、毎回言ってるけど体調には気をつけながら元気に過ごしていきましょうね。
来月3月ですけれども、4月にですね、私ちょっとお知らせがありますね。こちらもちょっと今言うんかいって感じなんですけど楽しみに待っていてください。皆さん確定申告はもうお済みですか？まあ関係ない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私は確定申告毎年していてね、もう終わった方もいらっしゃると思いますけど、私はまだこれからなので、ちょっと3月は一番確定申告が大変かなって思ってます。頑張れるように皆さん私にエールをくださいいや、私も皆様にエールを送ります。確定申告頑張ってください。お互い頑張りましょう。まあそんなこともありますが、また来月のラブサウンズで皆様にお会いできるの楽しみにしております。それでは今日はこの辺で